私たちの食生活見直していきませんでしょうか。あのコンビニ食や定食フランチャイズで食べてるものって毎日1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月で続けていくとあんまり良くないと思いませんか。なんかあの唐揚げ定食って頼んだ時にビリ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 ってビヨーンとするすごいなんか化学調味料の味しませんか。でそれを食べてても別に死にはしないんですけれども、あの僕はあまり好きではないんですね。で1ヶ月に1回ぐらいは僕も食べたりするし、僕もカップヌードルとか、カップラーメンとかコンビニのおにぎりとかもあの1ヶ月に1回、まあ、3ヶ月に1回ぐらいは食べるようにしてるというか、まあ、食べてもいいかなと思ってるんですけども、あの僕はもともと人間が食べるものっていうのはそういうものじゃないんじゃないかなって本当に切に願っております。私たちが食べるべきものっていうのはちゃんと活魚、まあ根本的に言えば養殖もいいんですけど、養殖の魚もいいんですけども、あとその精肉店で買うあの豚肉を食べるのもいいんですけど、豚肉を食べるときもその油を何を使ってるのかとかそういうこともちょっと気にしてみて、僕はビーガンでもそのなんか、野生のなんかちゃんとしたものを食べた方がいいという派閥ではないんですけれども、ぜひあのiPhone 修理、パソコン修理屋さんでちゃんと自分が、あ、これこのお客さんのためにはこれやった方がいいなとか、あ、この時はこうやった方がアイディアが浮かぶなっていうのが出てくるために、食生活健康っていうところからまず見直していただけたら全く別人の自分のその感性、考え方が出てくるので、とってもね、あの修理屋さんとしては本当にお金になるんですよね。最終的にはお金になるんですけど、お客様に一人一人それぞれに、あ、本当にありがとうございますって言ってもらえる、おーよかったなお前もう、あ、帰れやってね言えるような、おー俺いいこと言ったやろじゃあなっていうような、ありがとうございます、おーじゃあなまた来たなっていうような、そういう素敵なサービスがもう言葉で表現するとしたら、まあ、こっちがちゃんとした、ね、提供したが上に、お客様がありがとうございます、神様ありがとうございますって思ってもらえるようなサービスを提供することができるようになると言ったわけでございます。まあ、そういうふうに思ってもらうことがもともとのサービス提供ではないんですけれども、でもあのお客様のその 70% ぐらいの人は、いやこの人マジ神やわって思ってもらえるので、残りの 30% の人は、あ、別になんか普通の店やな、店だねって、あ、別に他いろいろなところあるけど別にまあよかったわって思う人もいると思うけど、 70% の人のお客様を心ハートをキャッチすることができるようになるんで、食生活と健康をまず大事にしていただけたら、とっても僕はいい iPhone 修理、スマホ、パソコン屋さんとしての修理、買取、中古販売の未来は目指せるのではないかなとも信じております。多分お客様もね、そういう食生活健康管理ちゃんとしてる人のお店に行きたいと思ってると思います。頭がシャッキリしてるんで、あ、それ全然意味が違いますよって、あ、それ間違ってますよって言えるね、判断することができるお店をお客様は求めてると思いますし、はい、だから、コンビニエンスストアのおにぎりやスパゲッティとかを毎日食べるのではなくて、自分で自炊して、冷凍でもいいんで、お肉や野菜を精肉店に買って、自分でお弁当を作って食べちゃんとパクパクパクと食べるとか、そういうのをしていただけたらだいぶ変わってくるんじゃないかなと思いました。コンビニエンスストア、フランチャイズの定食屋さん、大変便利で大変素敵なサービスで、僕も月に1回か2回か3回か4回か、まあ4回は使わないな、1回か2回は立ち食いそばの立ち食い屋さんいいんですよ。立ち食いそば屋の立ち食いそば、競馬をやってるところの周りってそば屋さん多いじゃないですか。そこのそば屋さん僕食べるんですけど、でそこ1週間に1回ぐらい食べますね。朝ね、そば、きつねそばって言って食べるんですけど、そこは添加物とかそんなことはあんまりないですね。
まあ、天国あるかもしれないんですけど、多分味わってる限りではそんなことはないとは思ってます。僕あの舌がベロがだいぶ発達してるので、その添加物や保存料が入ったものを感じ取る舌があるので、そのビーンっていうのがあるんですね。味を自分が食した時にこうスッて食べた時にビーンっていう食感っていうか、その好感度ドーパミンがビーンって出るなあ。これガリって、あの唐揚げくんとかガリって噛んだ時にね、ビーンっていうのがその続くっていう、その味わいっていうのは美味しい、本当に美味しいものはないので、本当に美味しいものは食べた瞬間にそのビーンっていう、そのあのこの波長があるんですけど、それを感じ取ることができるかできないのかっていうのは、そのでももともと多分コンビニやフランチャイズやそういう化学物質が入ってるものを食べたら、多分そのビーンってなって、ビーンってなって、ビーンってね、食べ終わったらなくなるだけだと思いますので、そこはね、あのスマホ修理屋さん、パソコン屋さんとしては、皆様にぜひ注意していただきたい部分だと僕は本当に切に願っておりますし、その意味がわからないっていう人には本当に分かっていただきたいと思っている部分でございますので、今回ご紹介させていただきました。多分パソコン買取スマホ中古屋さんでこの話をする人なかなかいないんじゃないかなと思ってますし、僕はあの人間の体は何でできてるのかって言ったら、やっぱり食べてるものでできてるんじゃないかなと思っておりますので、僕もあのポテトチップスも食べますよ。僕ポテトチップスもあの1ヶ月に1回かあの2ヶ月に1回食べます。あのピザポテトとかね、あの美味しいと思って食べますけど、で、まあ、毎日は食べないです。絶対食べてはいけないものだと思ってます。工業アルコール、あのガソリンの、エンジンみたいな、ガソリンで出来上がってるものでありますので、ピザポテトをスパムーチョ、カラムーチョ、あとなんだっけ、まあ、そういうねポテトチップスを批判する面でもあるけど、僕はそれも食べます。全然マクドナルドのやつも食べます。だから僕はそんなにビーガンでもそんなに詳しく言う、なんか批判的な派閥ではないんですけれども、まあまあたまには 1,2 ヶ月に1回はマクドナルド食べてもいいんじゃないかなと思ってますし、モスバーガー食べてもいいんじゃないかなと思ってますけど、僕はもうあのマクドナルドとモスバーガーは、まあ、1年に1回ぐらいしか食べないですかね。それから友達が食べようよって言われたら、あ、いいよって、全然いいよっていうような準備はできています。で、僕 の周りの ビーガンとかそういうすごい詳しい人は、え、な、俺そんな食べないよ、マックとかそんな食べないから、え、それってどれだけの化学調味料が使われてて、どれだけの工業製品が使われるとか知ってるって言われたら、何その話って なるのは分かるけど、あの自分、僕個人的には僕の体はね、すごいタフネスにできてるんで、あのちょっとしたその工業製品飲んだぐらいだったら全然ね、もともと消しゴム食ってたり、鉛筆の芯かじったり、シャーペン の芯食ったりとか、あの石ころ食ったりとか僕は全然してるんで、多分あんまりそういうのは気にしなくてもいいんじゃないかなと僕は個人的には思ってますので、でもあの iPhone 修理、パソコン修理屋さんの中で、いや、ずっとコンビニ弁当食ってますとか、いや、ずっとフランチャイズの定食、弥生軒さんとか松屋さんとか吉野家さん行ってますとか、僕も吉野家さん行きたいなって思って、今吉野家さん行こうかなって思うところもあるんですけど、それを毎日繰り返してしまうのは本当に良くないので、まあ、吉野家さんに行くのは僕は3ヶ月か半年に1回か1年に1回ぐらいですかね、行きたいと思うっていうか、実際に行きたいと思うっていうのと、実際に行くっていうのはちょっと僕も吉野家さんに行きたいと思うんですよ。だからマクドナルドに行きたいって思うんですよ。でも実際に思うっていうのと、行ったっていうのでは、年数としてはやっぱり最終的に行くのは、2年に1回ぐらいですかね。まあ1年に1回ぐらい、まあ誘われたら行くんですけど、だからまあそういう感性の人もいるっていうのと、まあ毎日行きたいという人もいると思うんですけど、全く行きたくないっていう人もいると思うんで、だからそれは自分の中のその価値観によるんで、僕はあの勝ち組っていう、その部類がある、負け組と勝ち組ってあるじゃないですか。で、負け組っていうのは負けてるで、勝ち組っていうのは勝ってるっていう、その考え方があるんですけど、その
じゃあ俺が勝ち組でお前が負け組なんっていうのと、いやいや違うし、俺が勝ち組で、あの根本君のお前が負け組なんちゃうって、みんな負け組の部類なんちゃう、部類なんじゃないって思ってる人もいると思いますけど、その負け組勝ち組っていうのは、あの日本や世界各国の中でその価値観の違い、負け組と勝ち組っていうその世界観はもうなくしていきましょうっていう、そういうのないよねっていうのは僕の中の心の中の違いでございます。例えば運動会、まあ、運動会というかその野球の全国大会で1位になった人が例えば勝ち組だとするじゃないですか。じゃあそれ以後の2位と3位が銀賞銅賞っていうのがあるのに、あのじゃあそれ以外が負け組なんですかって言ったら、そしたら僕たちも負け組になるじゃないですか。野球大会のなんか一つ その日本全国大会の金賞銀賞銅賞とそれ以外っていうのがあった時に、その金賞以外の人が負け組だっていうのは、なんか みんな頑張ってたのに、なんで俺たち負け組って言われなあかんのって、なんで 俺たちが負け組なのっていう言葉がありますよね。だから勝ち組と負け組っていうあの区分けは正直ないんですよね。でも表現の方法としては、あの金持ってるやつと金持ってないやつが勝ち組負け組っていうのはあるんですけど、でもお金の優劣だけではその勝ち組と負け組っていうのはないんですけど、相手を否定する方法としてその勝ち組と負け組っていうのがあるんで、おいお前負け組だろこの野郎っていうのもやっぱあるし、ね、あなた勝ち組ですね、あなた勝ち組ですわっていうあの考え方はそれぞれ各々あると思うんですけど、勝ち組と負け組っていうのは基本的になんか考え方がやっぱりあのこうなう上下じゃなくて斜め的な目線ではあると思うので、まあ、人間の考えとしてはあの勝ち組負け組ってなんかあの人すごいなっていうのと、俺負けてるなっていうのと、あ俺勝ってるなっていうのと、あいつ負けてるなっていうの、やっぱりその上下っていうのは多少あると思うので、それは感覚的にはあると思うんですけれども、僕が思うのはその勝ち組っていうのは価値がある組であるのか、その価値がない組であるのかで勝ち組と負け組っていうのがあると思ってます。価値がある組の勝ち組、あ皆さんが思ってる価値っていうのは一体何なのかっていうのは、いや自分はあの人形が好きです、あのパペットマペットみたいなそのこの人形で、全然頑張ったらいいよ、もっと楽しんで頑張ったらいいよ、いやそんなことないよ、もっとこんなことしたらいいよって言って、あの自分がなんかその YouTube でこう発信してたりしたら、それが価値になったっていう、それでチャンネル登録数1万人10万人とかになってったら、それは価値なんですよね。であの自分の価値っていうのがその例えば、まあ、エッチなことでもいいですしね、犯罪のことでもいいですしね、なんか、まあなんか違法なそのなんか闇組織を暴くなんとかなんとかとかなんかあると思うんですけど、それで価値がある人は負け組じゃないんですよ。それは負け組ではなく、それは勝ち組なんで、あの自分がニートで引きこもりですごいもう嫌だっていうので、自分を YouTube でアップして、まあ、YouTube でアップしなくてもいいんですけど、それでまあ YouTube アップして、それでチャンネル登録数と視聴者数がすごい増えていったら、それは負け組ではないと思います。自分の中の価値を表現することができたんで、それはもう価値を持った組、勝ち組だと思ってますね。だからそういう勝ち組負け組っていう判断じゃなくて、価値を持った組、負けを持った組、まあ、負けを持った組の方はあんまり自分の価値をなんか出せなかったんじゃないかなと思いますけど、僕は勝ち組と負け組という理論に対して、価値を持った人、価値を持たないか、分からへん、もうそんなんもう意味な何言ってるか分からへん、もう何言ってんのって、もう分からないよ、もうそんなこと言われたってっていう、なんか価値、自分の中の価値、例えばクリーニング屋さんにクリーニング行った時に、いやもう分かんねえよ、 そこがいいクリーニング屋さんが分かんねえか、もう知らんわっていう人もいるんですよ。で、まあ、もうちょっと疲弊、あのもうあのこう高揚するっていうか、その膨らませると、
例えばデザイナーさんにイラストを頼んだ、自分の会社の、ホームページのデザインを頼んだ時に、もうそんなん分からんよ、もう、もうそれがどこか分からんからっていう人も多いと思うんですね。もうこの人がいいかどうか分からんって、もう 見てただけで分からんっていう人もいると思うんですけども、それをちゃんと、あ、他のここならいろんなデザイナーさん、フリーランスのところ、いろんなところを見てみたら、あ、この人めちゃくちゃいいデザインするやんって、ね、僕アニメ好きなんですけどね、よくあの YouTube でアニメ見てるよっていう僕言ってるんです。僕アニメーションに関して、デザインとかはすごい好きなんで、あ、このアニメのデザインは中途半端だなとか、すごい、あ、アニメを見てても、アニメをね、本当放送していただけるだけ本当に嬉しく思ってるんですけれども、でも、あ、これ中途半端だなって思うとこもあるし、そのシーンの切り替えとかもすごい見てるんで、まあ、そのプロではないんですけども、こんなもんなんだ、制作費って多分こんなもんなんだなって、あ、多分1000万ぐらいなんだなと、あ、こっちはもう2億ぐらい変わってんなとかね、1000万と2億は全然違いますよね。だからそういうのを見たら、早々のフリーネなんてね、もう1話2話3話4話見たぐらいの時に、あ、これやばいと思って、これ多分もう100万200万の話じゃないわって思って、あ、これはもう応援しようと思って、見ましたね。まあ、エヴァンゲリオンとか攻殻機動隊見た時と同じような興奮感を覚えましたね。だから、まあ、そういう風に なるアニメと、あ、そうじゃないなっていうのは、まあ、大体この選別ができてきてるので、でも結構いいのもありますよ。でもそれでもすごい、あ、これいいアニメだなと思うのもあるんですけど、だそういう自分の中で、あ、これは正しいであると、これは否、これは0点であるっていうのを、その自分の中で価値観として、これはいいもの、これは悪いものっていう価値の切り替えっていうのがとっても重要だと思いますので、まあ、うちのお店の従業員の人だってよく僕こういう話してるんで、ああ、その価値の切り替えねって、あ、よく言ってるねって思ってもらえると思うんですけど、今話を聞いてる人はこれ何話してんだろうと思う人もいるかもしれないんですけど、自分が、例えば、この洗濯バサミっていいものですかって思った時に、ああ、別に挟めればいいでしょと思った時に、でも違うんですよ。長年挟めてたり、なんか挟んでたらパチンパチンパチンって外れてなんかって外れちゃう洗濯バサミとか、洗濯物をピンって抜いた時になんかちゃんと抜けないものとか、なんだよこうピンって、あの洗濯物をこう挟む時にピンって抜けないやつって、なんでこの洗濯バサミなんだよって思ったら、やっぱそれは価値観の評価がちょっと下がるものなんで、でも他のメーカーでは洗濯物を挟んだらピッて抜いたらピッて洗濯物が取れるっていうのがあったら、やっぱりそっちの方が価値が高いっていう風になると思うんですけど、でそれでどんどん自分の中 の社会評価っていうのが、物品の評価っていうのが変わっていくはずなので、その評価基準っていうのを自分の中で、例えば自分のことをバーンって殴ってくる人がいたとする、自分の中をげんこつでガーンってこうないたーって殴ってきた人が、その人が本当に悪い人なのかどうかって、殴られたから悪いのかっていうね、まあ確かに殴られたから警察に通報したら逮捕されるんですよね、殴った人は。でも自分が会社の人なんて友達なんてもうどんな人だって死んだらいいんですよ、俺こいつら殺そうと思ってるんでと思った時にバーンって殴ってきてくれた人だったりした時に、もしも自分が間違ってたんだなとか思うこともあるかもしれないし、それはそういう評価、自分の評価価値、それその人の価値をどう見つけていくのかっていうのがその価値なんで、ニュースや当たり前とか常識とかネットで言ってることが全部が価値じゃなくて、自分の中で、あ、この人がこうしてきてくれたからこうなんだとか、自分が思ったことが、まあ、ニュースを見てそういう価値が自分がその価値だと思ったのも全然いいと思うんですけど、その自分の中の価値っていうのがどう価値になったのかっていうのが勝ち組なんじゃないかな。
価値を自分が評価できる価値があるのかっていうのが価値を理解した勝ち組なんじゃないかなと僕はとっても思っておりますので、まあね、レズで 女の人同士が好きな人がいたり男の人が女の人が好きじゃなくて男の人が男の人が好きだっていう人の価値とかその価値自分がその価値は絶対必要だって思ってる価値っていうのがあると思うのでそれをいやそんなおかしいでしょっていういや僕はそう思わないですけどねってね思えるいや思えないよそんなの思えないっていうのも価値ですしうん、例えば違法なことをしててもそういう僕も違法なことをもともと作業としてもともと過去していた時もあるんですけどだからそういう違法なことをしてる人も僕は悪いとも思ってますし家族もいたりとかみんな頑張って生活してるから僕はパソコンを修理したり直したりスマホ直したりしてる買い取りをしてる中古販売してるだけなので何か違法なことに関わってることは一切ないのでねまあ、関わりたいとも思ってませんしでも違法なことに従事してる人がパソコンが直したいって言うんだったら僕は関わりたいと思ってますね、ええ、そういう怖い人とかおいお兄ちゃんこれ直してくれへんかとか言われてもああ全然いいっすよっていうような覚悟全然できてますしね、そこは僕の価値観ですだから普通のお店だったらなんかめっちゃヤクザ暴力団の人なんで言うんですけどなんかスマホ修理していいんすかとかいうようなことは僕ないですねああ全然したらいいんじゃないって言ったらえすごい怖いんですけどっていうような人の価値観とはちょっと僕は違いますねその兄ちゃん困ってるんだったら助けろよお前今すぐって別に普通に言いますけど、これが何かの役に立つのであれば、とても役に立てればと思います、まあ、今の話の集約としては勝ち組負け組っていう中で勝ってるか負けてるかっていうのはもうそんなキリがないんで俺が毎月50万30万稼いでる毎月22万稼いでるからもう俺の勝ってるイエーイっていう俺もその30万か40万しか稼いでないんでその小さい底辺の話をしてるんじゃなくってもっとねその1000万とか稼いでる人もいるし逆に毎月5万とかしか稼げてない人とか生活保護を受けててなんかダラダラね言い訳して過ごしてる人もいるし本当に生活保護を受けないと生活できなくて困ってる方々もいらっしゃいますそういろいろいるけどその勝ち組と負け組をそこでこうやるんじゃなくて自分の中の価値を決めれた組っていうのが価値を分かってる組なんだなっていう風なことをお伝えしたかったなという iPhone 修理パソコン修理屋さんでした。お疲れ様でした。